チムさん始まるで。エムズさんのリスナーの皆様どうも、こちらでございます。ありがとうございます。いやちょっと、はい、初対面、初対面、はい、そうですね。初、僕もそうですね、はい、初めてですね。いやドキドキしましたね。はい、どうもコンチムでございます。皆さんはご機嫌いかがでございましょうか。今回はですね、対談動画ということで、M マークのついたYouTuber さんとちょっと、こちらの福ちゃまの方に来られるタイミングがありましたのでね、ちょっと朝1時間ほどトラックの中でお話しさせていただきました。まあ、いろいろ今後、のトラック業界のお話とか、まあ、ご家族のお話とか、私のお話とか、まあ、ある、有名 YouTuber さんのお話とかも、いろいろ交えながらちょっと楽しくお話しさせていただきました。それでは皆さんのどうぞ、ちょっと長編になりますが、ちょっとどうぞご覧いただけたらありがたいです。よろしくお願いします。今福知山まで来てます。はい、チムニーに会いに福知山に来ました。どうもエムズさんのリスナーの皆様どうもこちらでございます。ありがとうございます。いやちょっと、はい、初対面、初対面、はい、そうですね。初、僕もそうですね、はい、初めてですね。いやドキドキしましたね。なんと今日ステッカー第1号がそうですチムニーやったんで、いただきました。ありがとうございます。おっと私お前世界です。いやいや、ありがとうございます。チムニーです。え、面接みたいになってるなんかいつもこんな感じ、語り口調がこんな感じになるんで、どうしてもあれなんです。今日ここに来られた動機はみたいなそう、なんかそう聞かれるとも答えられない。明日福知山行くったら、はい、コンチムさんに会えるんちゃんみたいな感じでやりたいと思うんですけど、朝早いしなぁ思って、ちょっと LINE するのやめとこうかなと思ったんですけど、はい、ダメ元でやってみたら、まさかの今日は。僕は、あれです、哲夫さんみたいにフットワークを変わるよ。ちょっと面白い話あるんですけど、はいはいはい、面白い話とか言ったらまた、はい、ケちゃんにハードル上げるな言われるんやけど。いただきます。はいはい。ちなみにこの辺、上信ってあります？上信電気って。上信行ったら、はい、BGM 流れてるんですね。わかるっすか？上。そうそう、上。上司って関西の人やったら分かると思うんですけど、なってますね。上司行った後にドン・キホーって行ったら、はい、ドンドンドン上司電気ってなってちょっともうぐちゃ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 って言って、そうそうそう、その上司電気、はい、行ったのがヒゲちゃん行ってるんで拝んどいてくださいかって。ほんまや。それどうなの？ほんまや。追ってや。あれですよね。会った人しかいただけないレアな。毎朝僕、ここのヒゲちゃんに、はい、拝んでから、すげえ。確かに。寝るときからなんで。あれですか、長距離になるんですか、やっぱり。バラバラっすね。ああ、そうですか。もう一番もあれば長距離で。ああ、そうですか。結構行かれてる時だって新潟とかあっちの方まですごいなと思って。タンクローリーってなんか長距離あるイメージないでしょ。ないです。大体関西圏とかなんかなと思ったら、配達だけやったらね、あるんですか。参拝も扱ってるんで。あ、そうなんですか。許可がないとね、行けない。はい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 。通るところの県全部ね、なんていうんですか、参拝の許可いるんですよ。許可がないと勝手に下ろせないんですよ。ほなあれですよね、役所の手続きがどうのこうなっていう、都道府県の知事の、はい、証書、はい、許可書ないとね、下ろせないんです。はあ、大変ですね。そういう役所の手続き絡むとだったね。タンクローリーとかたまに要はカーブでひっくり返ったりしてるんですけど、はい、いくつれせえへんからついついスピードを出しすぎる人おってね。それでこう曲がりきれんくてっていう。ああ、なるほど。ひっくり返しちゃうと大変なんでね。そうですね。今皆さん言うとってないですか、そのパーキングエリアで止まれへんとか寝られへんとか。ああね、時間帯ですね。あ、やっぱそうなんですかね。はい、平日のやっぱ深夜帯はもう止まらへんみたいな感じ。そうですね。みんな12時回ったら深夜割聞くんで、多分みんなそれね。はい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 。高速代安く上げたいんで。
あの人気のサービスや関西とかやったら、はい、タガとかあるじゃないですか、明治。あっかも7時とか8時回ると、もうほぼ止めとこないですね。もうね、一回入ってしまうと U ターンできないんで、もう入る、どこのレーン狙い定めるかが。ああ、そうか。そうっすよね。いや、結構、その年のに苦労するって言ってはったから、大変やなと思って、これ、と思って。探せるだけ。早い時間にね、あの、行けるんで、まあまあ、そこまで、はい、苦労はしてないですけど、みんな430、430って、まあ、できたらギリギリまで走りたいんですけど、ギリギリまで行くと、そこの目当てのパーキング入られへんかったら、超えちゃうんで、あんまり超えちゃうとね、それも考えなあかんから難しいですよね。こういうのも。ウォシュレット大事です。ウォシュレット大事です。大事です。あれはいります、絶対。もう僕もあれ使うようになってからもう無理ですね。もうないとこはちょっと。あれがないともう出ないみたいになってきてるんでね、あの。あれでもあんまり、うわーやると、なんかあんまり、こう、締まりが良くなる。ああ、みたいですね。聞きましたけど。ビデって書いてるじゃん。ああ、ビデって何やろうな、思って。一回間違えてビデ押してみたんだ。どんなになるんかな、思って。ビデ押したら、全然違うとこに。わーってなったんで、僕自分でこう動きました。わかります。僕も、ここか、みたいな。ちょっとこう、帳尻を合わしながら、みたいな。うん、朝はもう稲さんで来たんですけど、山の中。あ、そうっすか、はい、ああ。福知山やったら別に稲さんでね。まあそうっすね。冬場は稲さん通らへんっすけどね、ちょっと怖いんで。怖いですね。凍結がね、怖いんで。凍結怖いっすよ。鹿怖いし。そうっすね。皆さん怖いですよ、暗い時間。僕、あの、一倉ダム、川西のところに。はい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 。わかりますか？なんかあの辺怖くてね、なんか出てきそうで、もう。ちょっと不気味ですもんね。そうなんかね。ね。はぁね。はぁね。はぁ、ね、なんで怖い話すんねんとかっていうなんか声が入りそうな。車掌のコンチムですって入れてもらおうかな。言っときますよ。声だけ。ワンフレーズだけ使ってもらおう。あさって、チーム京都でまた。あ、集まるんだ。あ、ヒーヤンと、あの、肉食さんと、京都駅でみたいな。あ、京都駅で電車で行くんですか？もう電車で飲もうみたいな話になって。もうあの最終の10時では僕帰りますけどみたいな話をして、はいはいはい、じゃあちょっと集まりましょうかみたいな感じでちょっと決まりました、急遽。最近あの剣王様って言ってますけど僕そっくりなんで、わけあれ国王号はって言ったら国王号満載ですって言って、なんかトラックの写真が荷物満載の肥料10トンの荷物で、その上げたい動画もう3本4本ぐらい溜まったんですけど、はい、編集するまあね、あれが時間がなかったから、ずっとストックしたままになってて、もう撮影してる時に限って電話鳴るんですよ。だから iPhone で撮ってたらそれがあるんですよ。普段はこっちで撮ったんですか？普段ね、あの普段こっちなんですよ。これ通話もしてるので、これ使ってない方なんですけど、電話かかってきた時はもうこっちでやってます、予備で。っていうのちょめちょめだよって。ネジネジない、ネジネジないけど。いいんだよ。いいんだよ、しろ。飲んじゃえばいいんだよ。コーヒーでいいんだよ。コーヒーでいいんだよ。タデさんが、チム兄ちゃん今度振るからなってきたな。やめてったから。タレさん見てますか？昨日のおでん余ってますよ、まだ。おでん。タバコ吸わないですか？僕やめたんですよ。あ、やめたんですか？もうな、やめて、消費税 8% になる前にやめたんですよ。あ。なんでもう、かれこれ7年ぐらい。吸われます？あ、どうぞ、やってくださいよ。はい。そんな人も僕。僕の動画で。僕の動画で。はい。あやちゃん社長が、はい。車内は禁煙やで、タバコは吸わんとってなーって言ってるじゃないですか。はあ、でも吸ってんすよ。あれ
あ、じゃあここはカットします。いや、カット流してくれていいですよ。それで、ね、一応なんか電車風のアナウンスでやってたんで、これ入れといたらあかんな思って、車内は禁煙。ほんで途中からね、はい、あの吸いた、でも吸いたくなったら電子タバコやったらええよ言ってるんで、電子タバコなんで。え、そんなんあったんすか？そうか、あるんです。続きが。最近はもう入れないようにしてるんで、タバコ。うわ、新事実発覚やな。すいません。さやちゃんって何歳でしょ？もう今中1です。あ、中学校ですか？中学校です。あ、小学生、小学校の高学年ぐらいの子かなと思って。あ、そうっすか。ちょっと小さいんで、見たね。だいぶアドリブ聞くようになりました。一応ご家族は YouTube 大丈夫なんですか？家族大丈夫です。もう嫁は横でね、映ってないですけど。なるほど。首かしげたりしてますね。さっきのちょっともっとテンション上げた方がええんちゃうとか言ってたけど、一回嫁にカメラ回したやけど、そんな言う割にガチガチになってんすよ。カメラ回ってないの正座してんすよ、横で。あ、そうっすか。回復時絶対カメラ持っていこう言うんで。もう完璧ですね。もうあれですか、結構撮られては長いんですか、やらはじ。いや、まだ5月の、あ、そうか、5月にやったとこなんで、あ、まだ3ヶ月、もう9月で4ヶ月目になります。そうっすか、僕6月の23、でももう100名超えてはるやないですか、ほんでもすごいなぁと。いや、もうヒゲちゃんにだいぶ押していただいたんで、もだからヒゲちゃん僕より高いところに飾ってんの。ここにお祭りしてます。今日も行ってきますか。ヒゲ先生、今日も行ってきますって。ラーメンどうぞみたいな顔してるんですけどね。今日も行ってきますなよ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 。そんな感じで。ヒゲちゃんみたいな座り方なんていうんですか。やっぱそうなるんすか、後ろ行くと。いや、そういうわけではない。多分ならないですね。ならないです。普通に来ると思うんですけど。僕はこっちですね。ああ、そうですか。男なんで。怒られるな、俺も。怒られるっすよ。バンされるっすよ。ぜひ上げといてください、これ。モノマネ動画。ここ撮ってなかった。あ、じゃあ僕データ送ります、また。すみません。はい、使ってください。使えるところ。はい。お出迎えする方は初なんで。あ、そう。行くことはあったんですけど。ああ、一番、あれですか、ひざが最初ですか。はい、ああ、そうか。駒門の主。駒門の主。今日は福知山の主に。ほんまそれ。ハルカス登っちゃいます。僕ハルカスまだ行ってへんのですよ。あ、そうなんですか。僕も下までしか行ったことないんで。前は通ることあったんですけど、うん、上まで登ったことなかったなと思って、いつも見るだけで、もう、はい。だいたい僕あの審査会を根城にしますんで。あの辺、うん、審査会の主ですか。主です。たまに僕西成も行きます。あ、西成ね、ディープなとこ、ええとこっすね。すごいですよ、もう。おからとか売ってるっすもんね、西成行ったら。朝から酒飲んで喧嘩しますからね。元気やな、お前は。酒飲みたい、酒飲みたい、酒飲みたい、酒飲みたい。酒飲みたい。めっちゃ来てますね、ツイッターが。いいね、いいね、いいね、みたいな。いや、まだ上げてないですけどね。あ、ほんますか。僕もね、あの返事返さず次から次更新するんで、はい、結局コメントを返するんが後後になってしまうっていうのも申し訳ない。よく返事は返そう思ってるんで、もう申し訳ないなと。すいません、だから僕ちょっと遅くなるかもしれません。あ、返事がいつも。全然ですよ、はい、もうもう。いいねだけでも全然大丈夫です。ありがとうございます。ちなみに僕コロナじゃないと思うんで。ああ、ありがとうございます。またよろしくお願いします。いい、ありがとうございます。
ー。